質問、天気お姉さんよろしくお願いいたします。のぴお姉さんの疑問なんか、ザピ流天気占いよろしくお願いいたします。それでは本日もお天気を占っていきたいと思います。ではまず広島県のお天気からです。本日の広島県のお天気の予感は、こちらです、曇りの予感でございます。最高気温は9度ぐらいで、最低気温は3度ぐらいでございます。今日も本当に寒そうですね。広島はまだちょっとね、空が暗い模様でございます。今日は一日ね、曇りの予感です。なんとなくね、雨がね、パラついてもおかしくなさそうなので、パラパラ雨にも皆さんお気をつけください。なのでね、お日傘をね、持っているということでしょう。 OK ですか。はい、今日はね、いつ雨降ってもおかしくない状況なので、お日傘を忘れずに。続いては東京のお天気の予感です。本日の東京のお天気の予感はこちらです。ででん、雨時々雪の予感でございます。雨時々雪の予感です。最低気温は1度ぐらいで、最高気温は6度ぐらいです。広島よりもね、寒いですね。お昼過ぎまでね、雨や雪が続きそうな予感です。道路の凍結、交通機関のちょっと乱れなどはとか、ちょっといつもと違う道路状況に皆さんお気をつけください。通勤通学の方もお気をつけください。電車もね、止まったりとか遅れも出ているかもです。皆さん走ると危ないので、時間にちょっと余裕を持って行動すると良いことでしょう。 OK、 はい、皆さん本当に床と道路がね、雪で滑ったりとかするかもしれませんので、本当にお気をつけください。よろしくお願いいたします。そして本日の天気は、本日の県ですね、本日の、県はですね、めちゃめちゃ久しぶりに出ます。はい、兵庫県の天気の予感です。兵庫県の天気の予感です。それでは本日の兵庫県の天気の予感はこちら、デデン、晴れ時々曇りの予感でございます。晴れ、ここ最近ね、ちょっと空が暗いことが多かったので、兵庫県の方嬉しいですね。最高気温は10度ぐらいで、最低気温は5度ぐらいの予感です。こちらはね、晴れなのにちょっと寒めみたいな、そんな感じのちゃんとした冬って感じですね。少しね、風も強めなのかもしれませんっていう感じの予感です。ちょっとね、晴れ間が覗く時間もありそうなので、お出かけがちょっと楽しめそうです。本日は明日天気に、晴れました。広島も東京も晴れるといいですね。晴れがね、やっぱ一番皆さん嬉しかったりね、嬉しいですよね。おはようございます。はい、ということで、皆様3日連続、
まぴお姉さん登場させていただいております。誠にありがとうございます。はい、久しぶりにねこういう風に連続して出演させていただいてるんですけれども、のぴさんがね頑張っているということで、命大事に皆さん一生懸命頑張っていきましょう。最後までおはようございます。おはようございます。今日もね寒そうな予感です。うん、あ、そうなのですね。カラスさんも泣いてますね。おはようございますと、皆さんおはようございます東京がどうしたの。東京のお天気の予感をね占っておりました。いろんなね県の旅館もね、お天気も旅館を占っておりますので、皆さんぜひこのイベントの期間中なるべくちょっとね出演させていただけたら嬉しいなっていう感じです。よろしくお願いいたします。おはようございます。すごいたくさんの空気ありがとうございます。ちょっと見えておりました。のぴさんにね後ほどお伝えしておきます。すごいたくさんの空気、嬉しい、ありがとうございます。マジコさんもビビドモさんもアリさんもナラブさんも、あ、これ前回の配信のあれだここからかな。カイトさん、タカちゃんさん、ゆずきちさんもありがとうございます。パロプンテさんもデイビッドさんもありがとう。ムミンさんもお嬉しい、無料のチョコボ嬉しいです、ありがとうございます。キノコパパさん、ビビトマトさん、ブルームさん、クモの王なんとかさん、原田さん、ありがとうございます。すごい嬉しい、ありがとう。テラさん、キトシさん、ありがとうございます。キトシさん、無料のやつも嬉しい、ありがとう。ひま太郎さん、あ、ショ太郎さんだったごめんね。ハギピさん、ありがとうございます。カトルさん、ハルさん、メロンパさん、オーコテさん、ルルタナさん、チャーハン定食さん、チャーハン部入部希望、あ、チャーハン定食さん入部希望らしいですよウクちゃんさん、イコールさん、ありがとうございます。無料のやつありがとう、おはようございます。いいでしょう、モロクズのファースト写真集でいうハッシュタグを勝手につけました。そう、ライブタグね、ライブタグは自由なので、そう、おはようございますとのぴさんがおっしゃっておりました。先ほど、おはようございます、お仕事いってらっしゃいませ、お気をつけて頑張ってください。おはようございます。はい、皆さん、あっという間にね時間が来てしまいますね。本当に1週間ってものすごく早いなっていう風に感じてます。最近よりね早く感じるようになってきました。もう1週間なんだってね。皆さん、のぴさんのためにチョコポップ無料の、はい、いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ね、年々本当に早く感じてきますね。おはようございます。
それだけ本当に充実しているということですね。ロングバケーションもね、あっという間に楽しくて終わってしまいます。はい、おはようございます。ではこの配信の時は私が歌をね歌わせていただきたいなというふうに思います。はい、団長のお礼と、ギフトのお礼もさせていただきます。いやー、まだ行ってない国があるのでちょっとまたロングバケーションを取らせていただきます。よろしくお願いします。エロパさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、最近はのびさんがイベントに出る期間となるべく戻ってくるように心がけておりますので、またねイベントがあった際は帰ってくるかもしれません。ちょっとねこの期間はお天気お姉さんに戻ってお仕事をしております。ケイさん、永田さん、ナピです。よろしくお願いします。14歳です。中学2年生です。こちらフォローボタンポチッとよろしくお願いします。ありがとうございます。来てくださって嬉しいです。今ねイベントに参加中なので、ぜひキラキラのキラキラ星と、無料のショーゴールドをいただけると嬉しいです。ご協力よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今の時間はねもうすぐ終わってしまうんですけれども、すぐに7時15分から8時の45分間でしたいと思っておりますので、ぜひ来ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。おはようございます。はい、ということで、歌を歌っていきたいと思います。おはようございます。初めてですね、お姉さんがこうやって歌うのは。すごいたくさんのクッキーの情報ありがとうございます。またねー。